パレルのレグスの製品紹介をしていきたいと思います。はい、こちらがアンパレルのレグスになります。つま先はしっかりダウントゥーしているので、とても点で踏みやすいモデルになります。このアンパレルのレグスはトゥーのアッパーの部分のゴムがとても分厚いので、かなり強くホールドにトゥーかけれますね。何よりアンパレルで特徴的なのはこの RH ラバーです。この RH ラバーがかなり粘るので足の腰がとてもしやすいです。サイズ感としては、僕は普段27センチの靴を履いているんですけれども、アンパレルのレグルスだと US9 を履いてます。こちらがレグルスの数量限定の TN プロバージョンになります。同じく使われているソールはアンパレルの RH ラバーです。レグルスと TN プロで大きな違いはこのヒールです。こちらの TN プロモデルは、楢崎智亜選手が製作協力しています。このレグルスなんですけれども、僕が実際トライしていた3年かけて登ったエナンにあるうつしおという課題もこのシューズで登りました。他にもフランスにある V15 の課題もこれで登ることができましたね。TN プロモデルは数量限定なので、ぜひお早めにチェックしてほしいです。